ロトセブン4等を監禁した後、豊川稲荷参拝してきた JRA のせ、はいや、えー、ですね、ご朱印の方をですね、えー、もらってき、えー、ましてはい、で、ですね、グッズもねご朱印もらってきましてで、グッズもいろいろ買ってきました、えー、で稲荷もあ食べてきました こうしたものとか、とこう、こういったものとか、これですね。えー、幸福の七,七福神はい。で、えー、超幸運。<laughs> 心にアクセスする一気えぇ、ー、と、あと、こうしたものとか、これハンカチ250円ですかね。 はい、えー、で、これはあの、勝ち守り、えー、腕輪。はい。で、これちょっとみ、二三画ですかね。ちょっと金運っぽい色なんで、二三画。二三画は200円ですね。はい、これはあの、ちょっと豊川稲荷のガチャガチャちょっとやってきまして。えー、あとこれブルー人形ってやつですね。はい。 えー、これはなんか、いいみたいです。ジャッキーをね。はい。はい。ちゅうことで、えー、でね、えー、こうしたことで金運体質アップしたと思ってます。はい。さらにね。はい。で、木曜もね、木曜は自分は休みなので、また、開運旅していきます。はい。それでは、えー、1457回ですかね。えー、ロト6の予想です。 6ちょっとあご無沙汰の動画となります。えー、っとですね、前回がですね、えー、このように、えー、なっておりました。あで,で、そのも前,前回ですね、このようになっておりました。ここまだ、こっからだったと思う、あ、こっからですかね。えー、動画上げられてなかったんですか、えー、今回はあのー、465の日でありまして、 開催会が8系列になっておりまして、でシャックで6泊ということになっております。はい、で開催会の末が、えー、7ということで、あのー、その時に出ているものとなります。あのー、ここら辺が、えー、気になるかなと。ちょっと43とか、ね、25も気になるんですけど、末、え、日、ー、が7、17日、末、え、日、ー、7の時です。 はい、えー、6、えー、ここらはですね、やっぱ十六二十三三三十六とかも気になるかなと。はい、えー、で、6泊ということであります。はい、えー、6泊の日ですが、えー、やっぱり十番気になりますね。はい、ただ十番、そうですね、あの、十番気になるっていうのは、あの、飛び石で、 来てていいいいんじゃないかなかっていう見方もありますで、19も出てるで。19は引っ張る可能性はあるかなと。はい。あとは28が品質してるかなという,、えー、ふ,うふうな形です。はい。で、えー、尺でありますってことで、尺の時に出ているものとなります。ちょっと尺の日多いんで、あのー、 旧正よりは尺とか、あの、六葉の方が、あの、圧倒的に多いんで、ちょっとこのように、ちょっと分かりづらい、絞りづらい形となっております。で、日がね、五の日なんですね。はい。カバラで言うと五の日なので、えー、その時に出ているものとなります。はい。ここで私は八も気になってきたかなと。やっぱり十六は捨てがたいかなと。で、三十四は、 えー、非常に匂 <laughs> うかなぁと思いますね。34も、えー、調子がいい数字なので、あの、そうですね。で、6泊で、シャックで6泊だったあ日、えー、私の手元にあるやつです。えっ、ー、と、ここ順,度順序ね、えー、逆になりますけど、えー、これらもこのようになっております。シャックで6泊だった時。はい。 で、やっぱり、えー、この時はそうでもないですけど、やっぱりこの点打ってあるとこ、はい、6系は来てるかなという気がします。で、えー、今回、もう結論いきます、えー。ちょっともう難しいです。正直言って。本命6にします。あのー、今月まだ出てないんで、先月は、 えー、2回出たのかな ?06。そうですね。2回かな。あの、出て、で、今月まだ出てないんで、えー、狙っていこうかなと思ってます。6をね。で、38を、私は気になってる数字です。あの、本当は最初36気になったんですけど、その後16とかも気になったんですけど、ちょっとね、38がそこまで品質してないんですが、あの、 どうやら17日っていうところでは、あのー、禁止する数字っぽいんで、あのー、このね、えー、そろそろ38で出てもいいんじゃないかなという風な見方で、えーこ、ここをちょっと思い切っていこうかなと思います。で、あのー、16か25っていう、ここでまたね、 シ作りましたで気になる19 28でここは10が出てもいいかなと思ってます。あのー、飛び石で、えー、飛びで出,る出てもいいし、19が引っ張ってもいいし、でポツンと、えー、最近ちょっと、えー、潜ってた28がひょいっと出てもいいかなと思ってます。ここをね、10入れたいところなんですけど、絞りました。もうこれでも絞った方法なんです。 で、ここね、08か09、69、68あってもいいかなと思って、で、9も気になるんですけど、私はあ8ちょっと気になるかなという感じです。日が5務の時に出てる8、もしくはこの23か32を入れて、フォーメーション作ろうかなと思ってます。23は非常に気になってます。23じゃなきゃ32とかね。で、27、28、 18、36。36は本当に気になってる数字。一番最初にこの連熟にしようと思ってた数字。36です。えー、まあちょっとね、今回はもう,もうちょっと考える時間が欲しいなっていうところです。正直言って。はい、27と、えー、18にしましたが、えー、36にしましたが、これで今回ね、えき、ー、切ってみようと思っております。はい。 今回は以上です。